ポパイは任天堂から発売されたゲームソフト及びアーケードゲーム。アメリカの漫画ポパイを題材としている。1981年にゲームウォッチとして発売され、翌1982年には内容を置くことにしたアクションゲームがアーケードゲームとして発売された。本校ではアーケードゲーム版を記述し、ゲームウォッチ版は講述する。 1982年にアーケードゲームで登場し、その後1983年7月15日にファミリーコンピュータの同時発売ソフトとして発売された。このバージョンはコレコビジョンやコモドール64にも移植されている。2007年秋に海外でバンダイナムコゲームスが携帯電話用アプリケーションとしてグラフィックを一新したアーケード版のリメイクを発売している。 ここでは、アーケード版について述べ、移植版との相違点については、アーケード版との比較という形でまとめてある。全1画面、4段構成のステージで、ポッパイを操り、ポッパイの宿敵ブルートの妨害を交わしながら、恋人オリーブの投げるハートや音符、アルファベットをすべて取れば、クリアとなる。画面の上の方で取るほど、高得点。1段目だと500点。 二段目以降は300点、100点、50点の順。階段等を降りている最中は前にいた段の得点。ハート等を一つでも取り逃がすか、ブルートビーン、ドクロ、バーナードに直接渡るとポパイを一人失う。人数がなくなればゲームオーバー。なお、面のクリア条件は、一面はハート24個、二面は音符16個、三面は HEL。 P のアルファベット4個を、計6セットと、それぞれの面で一つも漏らさず取ることである。なお、取ることさえできればよく、取る順番は問わない。ポパイは、A ボタンでパンチを使えるがブルートに直接攻撃は、できず、通常状態では、触れると、ミスとなる。ブルートは、基本的には、うろうろと移動を繰り返すだけだが、ポパイと同じ場所に行った場合には時折瓶を投げてきたり、 上段に、ポパイがいた場合は一瞬上を見上げた直後に、アッパーカットをしたり、下段にいた場合は腕を、もぞもぞと伸ばしたりダイブしてきたりとありと、あらゆる行動で、ポパイの妨害をする。ブルート以外にも、ハゲタカのバーナード、ドクロを投げてくる、意地悪魔女シーハッグが敵として登場。一面目の最上段の中央には、オケとパンチングボールがある。パンチングボールは、 タイミングよく探知すると桶にぶつかり、桶が下に落ちてきて、ブルートの頭にはまって、邪魔をすることができる。これも被せた時の段によって点数が異なり、下の型で被せるほど高得点。ステージは全3面で1面はドック、2面は街、3面は戦場。ステージによって仕掛けが異なり、1面は桶を使って、ブルートを攻撃できる。 二面は、ジャンプ台があり、ジャンプ台の上に浮かぶ赤ん坊に、タッチすると500点。三面はスライドする台がある。三面をクリアすると難易度が上がった一面に戻る、ループ性。アーケード版では二周目以降は三面まで行かず二面で、ジループに移行するバグが存在する。原作同様、各ステージに出てくる、ほうれん草を食べれば音楽が変わり、ポパイの肌が赤くなって、 パワーアップし、無敵となり、ブルートに直接触れるだけで倒せるようになるほか、投げられたハート等も停止し、取りやすくなる。さらには、無敵状態の最中は、得点が2倍になる。難易度が高くなるにつれて、BGM が速くなり、オリーブの投げるパーツとブルートの動きも速くなり、瓶や骸骨を投げてくる率が多くなる。1981年に、 ゲームウォッチのワイドスクリーンで発売。同シリーズのパラシュートに似たゲーム構成となっている。1983年8月には日本国外でゲームウォッチのカラースクリーンテーブルトップとして発売。こちらもワイドスクリーン版、アーケード版、ファミコン版とは全く異なった内容となっている。このバージョンは日本国内でも同月にパノラマスクリーンで 再発売された。海の上で、ボートに乗っているポパイを左右に操り、画面左上のオリーブが投げてくる瓶、パイナップル、缶詰をキャッチするゲーム。途中で、ブルートがポパイを邪魔し、ゲーム A では、左端からハンマーで、ゲーム B ではハンマーに加えて右端からパンチで、攻撃していくる。オリーブが投げたものを二つ買いに落とすか、ブルートの攻撃に当たると、ミスとなる。 三回ミスでゲームオーバー。時計機能のアラームはオリーブが担当している。三橋のフィールド上で画面右側にいるポパイを左右に操り、パンチボタンを用いて画面左側にいるブルートと殴り合うゲーム。攻撃を受けると交代し、その攻撃でブルートを三橋の左端から落とすのが目的である。ブルートを二回回に落とすと次の対戦では、 画面上にいるオリーブがほうれん草缶詰を蹴飛ばしてくる。これをキャッチして、ブルートを攻撃すれば、ブルートが吹っ飛ばされてクリアとなる。以後は繰り返し。ゲーム B では、桟橋の下にカジキが登場し、下からポパイを攻撃してくる。カジキの攻撃を受けると二つ分交代してしまう。なお、パノラマスクリーンも同内容である。基盤構造は、 ドンキーコングと同じで複雑な作りであり、コネクターもピンタイプ式になっている。海外版は、国内版とは異なり2枚基板構造で、コネクターも1コネクター式である。なお国内版、海外版ともに、基板自体に反転がかけられており、反転基板がないと、ゲーム画面を映し出すことができない。タイトル画面に、メーカー名と登場年が削除されてしまっていたり、 画面に大きく登場する主人公のポパイの顔自体が肌色ではなく灰色がかって映っていたり顔にやや横線が入ったりしている。ありがとうございます。